うちの母方の実家が熊本県にあるんですけど、ずっと実家に住んでいる母のお姉さんが、先日遊びに来ました。ちょうど、ターミネーター2がやっていて、みんなで見ていたんです。その中のシーンで、核が落ちた瞬間かなんかの想像のシーンで、遊んでいた子供たちが焼けちゃうシーンありましたよね。あれ見ながら、瞬間で川とかもずるっといっちゃうんだね、怖えー、とか話していたら、おばちゃんがテレビ見ながらさりげなく、とんでもないことを言い出しました。おばちゃんの長女がこの前双子を産みました。すごく華奢な娘さんだったんで、すごい難産だったそうです。2ヶ月前から入院して、もう母体も危ないので、予定よりも早く帝王切開で産んだそうです。今でこそ母子ともに元気ですが、その頃おばちゃんは初孫ということもあって、心配で心配で夜も眠れなかったそうです。ある日、病院から帰って家にいると、電話がかかってきました。相手は幼馴染でした。昔は家も近かったのですが、その人は引っ越していってしまったそうです。それでもとても仲が良かったので、ずっと連絡は取り合っていました。ところがここ10年ほど、ぱったり連絡が取れなくなってしまったそうです。娘さんのことで疲れていたおばさんは、思いがけない懐かしい人からの電話で、本当に嬉しかったそうです。早速、近況などを報告し合おうとすると、その人は想像もしなかったことを言い出しました。ケイちゃん。おばさんの名前。私ね、今神様やってるのよ。たくさんの人たちを救ってあげてるの。ケイちゃんも困ったことがあったらいつでも電話して、助けられると思うわ。昔のままの非常に明るく感じの良い声で、彼女はこんなことを言いました。あまりにも普通に言われたので、おばさんは、ああ、そう。としか言えなかったそうです。しかしその夜、自分の娘と生まれてくる赤ちゃんのことを考えると、おばさんも疲れていたのでしょう。そんなとんでもない電話さえ。ひょっとしたら、これも何かの縁かもしれない。明日頼んでみよう、と思ったそうです。何かすがるものができたせいか、おばさんはその夜、久しぶりに眠りに落ちました。夢の中に、娘と、まだ子供の頃のままの幼馴染が出てきました。娘もなぜか妊娠しておらず、三人で仲良く遊んでいる夢でした。幼馴染もニコニコしていて、お花畑のようなところで、すごく幸せな夢です。マリのようなもので遊んでいました。おばさんにマリが飛んできました。おばさんは胸で受け止めました。するとそのマリの中から皮がずるっとむけるように、大きな溶けかかった幼虫のようなものが出てくるではありませんか。思わずおばさんは悲鳴を上げました。誰かに投げようにも、そこは母親。とっさに娘より幼馴染の方を見ました。投げようとしても、幼虫のようなものは絡みついて離れません。それを見て幼馴染は、ケラケラと狂ったように笑います。その目は全部黒目で、穴が開いてるようです。幼虫の鳴き声と、幼馴染の幼い子供の笑い声が響くように重なります。おばさんは飛び起きました。全身汗でびっしょりです。その時ね、私思ったのよ。あの幼虫はね、赤ちゃんだって。どうしてかわからない。人間の姿なんてもちろんしてなかったし、鳴き声は獣のようだった。でもね、絶対赤ちゃんだと思ったの。すごく不吉に感じて、その後せっかく連絡してきてくれた幼馴染に、怖くて連絡できなかったの。その後、なんとか無事に子供は生まれ、そんな電話があったことも忘れていました。そしてある日、何気なくつけたテレビのワイドショーに、その幼馴染の名前と、夢とはかけ離れた年老いた女性の顔が映し出されたそうです。少し前にありましたよね。怪しげな信仰宗教を信じて、死んでしまった我が子の皮を剥いだら生き返ると言われ、その通りにしてしまった若い夫婦。その夫婦が信じていた神様こそが、おばさんの幼馴染だったそうです。その幼馴染は何不自由ない家庭環境にいたはずなのに、おばさんの知らない10年の間に何があったのでしょう。おばさんは怖いというよりも、見ていて涙が止まらなかったそうです。もし、彼女に相談していたら、